はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガンダムジオラマフロントの、第3回目ですね、やっていきたいと思います。ちょっとジムをね、開発したんでジムを入れてみました。結構ね、高いっす、ジムコスト450ってで、とりあえずこの編成で、また制圧戦をやっていこうと思います。オセアニア戦線の今3番目ですね、マップは。まあ、ちょこちょこと進めて、あと2つ残ってます。ここから敵のエース機が出てくるんで、まあそいつもちょっと撃破できればと思うので、バトルスタート。ここは下から攻めるけど、迫撃砲が右上にあるな、多分。これか。これはちょっときつそうだな。エースが1機いるか。まあとりあえず行きましょう。ゼロ8招待、出撃する。エースをね、こっちあんまり早くやりすぎるとタコられて死ぬんすよね。うわ、ここか。あとこいつらも厄介だな。まずはどうしようかな。迫撃砲もちょっと厄介そうだからな。厄介を中心に5体くらい出したら、いけ、白を。白を油で、こっから陣を大量に出すと。見せてやる。いけー。あとはまた厄介の数で攻める。数の暴力これで全機出したか。なんて単純な作戦なんだ。攻めろ攻めろー。あー、迫撃砲強そうドバーン。いいてー。敵施設を破壊、次に向かう。マジか。これはもうちょっと先に使ってないけど。こいつは俺が必ず仕留める。金金、やばいやばいやばい。大丈夫か。いやー、この柵も結構大変だな。うお、今ので厄介が大量にやられた。いって、迫撃砲一発食らうと超減るな。よーし、攻めろ攻めろ。ビームライフル連射だ。うおージム大丈夫か。オーケー。うん、なかなかの上々な結果ですね。一点突破がいいっすね。分散させるとすぐやられちゃう。よかった、できたじゃないか。まあ本当にこの作戦でいいのかっていうのはあるけど。よし、ジムもレベルアップ。じゃあ次もこのままガンガン行きましょう。これ大丈夫だよな。スタート。味方が死ぬのを黙って見てるなんて、もうサイド2の二の舞はごめんだ。うわ、エースが2機いる。これはソードストライクか。あ、違うな、普通に08招待だ。どうしよう。こっちをまず右上のこのなんだ、ビーム砲みたいなのから倒すか。まずはジムを1,2,3,4,5体入れて、あとはあと10体召喚。よし、でここから、エースを出す。白を油出るぞ。俺にだってできることは。またジムを大量に計算して、行かせるわけにはいかない。よし、このまま下手なりの戦い方がある。赤い、よし、やったぞ。どれだ、エースか。よし、一枚上手だった。うお、やられた、もしや。うちの、あ、まあ全然大丈夫じゃん。うわー、バルカン砲にやられてんな、だいぶ。それももう使えるとき使っちゃおう。一撃で仕留めてやる。いけいけ、俺にだってやれるんだ。攻撃力アップ。攻撃力アップしてる、アップしてるか。ほらほら、いけいけいけ、金金うん、これももう問題なさそうだな。やっぱ厄介がただすぐ死ぬな。 OK、 よかった、できたじゃないか。パーフェクト1040。よし、レベルアップ。お、機体数とかも増えるんだ。
A、 さあ次は、お、北東ユーラシア戦線に移った。第一エリア、日本も含まれてますね。っていうか日本じゃん。お、拠点がいっぱい。てかめっちゃ強そう。ここからはオンライン上のプレイヤーとの戦闘になります。これまでのジオラマベースと異なり出撃コストが必要になります。またリトライはできないので注意して。マジか。エリアの戦果に応じて報酬が支給されるわ。獲得したミッションポイントによって戦果を評価されるので高ポイント獲得を目指した方がよろしくてよ。またオンライン上には敵プレイヤーだけではなく我々を支援してくれるプレイヤーも存在します。あ、これ支援してくれるので、友軍のエースを部隊に組み込むことで戦闘中に支援攻撃を行ってくれます。支援要請を効果的に行い戦闘を有利に進めましょう。なるほど。まあ、ここは基地作ってユニットを開発して部隊を編成して出撃すると、まあそんな感じですね。 OK。 お、ログインボーナス、1日に1度ログインボーナスを届けしますわ。そうっすね、欲しいっす。じゃあちょっと基地に戻りましょう。まずはコアが多分3にできるんでフロントコアをレベルを上げます。1万円ギリギリだな。10分めっちゃかかんな。よし頑張れ。あとはゴールドプラントがこれ3になればなレベル上がるんだけど、うん、とりあえずはちょっとじゃあこのまま一つ制圧戦をやってみますか。せっかくなんで。負けそう。さあ北東ユーラシア戦線第一エリア、どれがいいんだろうな。ボムヘケ昇竜拳っていうのかな、なんか名前は強そう。チロロ、キヨダム、ティガン、これヘビーアームズ、これやっとどうなの。妖精、おお妖精中で、ちょっとここから行きますか。よし行くぜ。あ、うちのエース白天田くんがあと47分も必要だ回復に。シャアを出すか。そうすると私のザクの整備は済んでいるな。大丈夫です大佐。お、消費コスト700円かかるってこと。これ大丈夫、1対700とかじゃないよね。大丈夫だよ、1対700とかだったらアホみたいに金かかるし。消費資金700円、結構使うな。どうやら私が出るしかないようだな。大佐頼みます。とりあえずヘビーバルカンを破壊しないといけないから、まず悪海を大量にここに生産する。まあ大丈夫だな、減ってないな。悪海を出してあとはジムと、また大佐出撃願います。さて出てきたからには手ぶらでは帰れんな。俺の基地とかも弱そう、こうやって考えると一応自分の基地ヘビーバルカン2つ置いてありますからね。あとでももうこれ破壊するだけかめっちゃいっぱいいるな。うっ、増援エース、あ、うちのか、びっくりした。戦いとは2手3手先を考えて行うものだ。これジム出さなくてよか、あ、でも出さないとレベルが上がらないのか。そうだよな、スタックボーナスでお金が戻ってくるって言っても。お、これ何、救援物資未開封。支援物資を獲得したわ。支援物資にはエリア攻略に役立つ特殊な効果があるよね。一度使用しても一定時間後にまた出現します。ここぞという時に切り札として使用するのよ。え、もうなんか使っちゃった、資金パック、金じゃんOK 使おう、お金だからね。じゃあちょっとこの人にサクリファイス要請して。え、これお金かかんないよね、要請するのには。なんかお金が多い方がいいな。よし、ここに攻めてみましょう。
うちの白天田くんは死んでるから、これシャアが死んだらもう終わりだな。行くぜ、戦闘開始。700円、これ赤字じゃね。赤字ではないか。勝利の栄光皆に。わあ、ヘビーバルカンが2つあるよ。ここだいぶ分散させてますね、この人。じゃあまず下のヘビーバルカンから攻めていきましょうか。ほら行けー。ちょっとジムももう今のうちに何機か配備していこう。カチ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 と。で、シャア見せてもらおうか、貴様たちの実力とやら。こっちこっちこっち、みんな向こうに気を取られている。下に行け、下に。誰も下の ここに誰か攻撃してほしいんだけど。追うということはない。みんなわら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 言ってんな。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えて。いいね、いいね。じゃあちょっと、はい、さあブースト使ってください。このタイミングで仕掛けるとは思えまい。スピードが速くなってるみたいだけど、おお速い。てかあ、右上のあれはまだ廃墟か。速い、さすが大佐、3倍速いっす。あまり強いししかいられないみたいな。戦いとは2手3手先を考えて行うものだ。おお、いいね、順調だね。これいろんなやつ鍛えたいけどな。なんだかんだでアッカイがすげえ前線に出てるからな。大佐まだ大丈夫か。こいつあと43分かかるかな。まだまだいけんな、うん、これいつになったらダメになるんだ。戦果は期待してくれていい。さすがです大佐。どうやら私が出るしかないようだな。お、ここは壁があるね、上に。でも下から攻めるからあんまり意味ないけど、やっぱりまずは砲台を破壊しないと。なかなかいいところに置いてますね。砲台に近づけない。とりあえず大量に出して、あとはまた行け行け、ジム。よし、 OK、 大佐頼みます。見せてもらおうか、貴様たちの実力とやら。よし、フロントコア破壊完了。お、結構分散してんな。大佐一人で行ってるけど強い、やっぱり大佐580って。 OK、 私が出るまでもなかったかもしれんな。そんなことはないです。よし、レベルアップ。アッカイとかもうレベル8だし。よし、これはシャーザクがいけるまでガンガン攻めましょう。お、これ1984とか強そうだな。ちょっとこの人支援要請しましょう。バトルスタート。あ、おっと、危ない危ない。大佐まだいけるな。戦果は期待してくれていい。どうやら私が出るしかないようだな。あれ、さっき赤字だった。もしや9000あったのに8000になってる。やっぱりちょっとあれだな。1,2,3,4,5,6,7,8 で大佐を入れて、出てきたからには手ぶらでは帰れんな。3,4,5、これか。あとはこっちを砲台破壊して、いけいけいけ、やばいやばいやばい、破壊されてる。うちの事務部隊まるで強盗だなこいつら。無法者だ。モビルスーツの性能の違いが。よし、入れて、戦力の決定的差ではないけれど、もうまい教えてやる。援軍来てくれたけど結構余裕だな。またよーし、私が出るまでもなかったかもしれんな。すげえ手に入った。さあ、あと1個。あれ、なんだなんだなんだ。お、ミッションを達成しました。ボーナスジオラマを解放します。何何ボーナスジオラマって。お、高え。
え、これ大佐がまだ出れんの？私はシャーズナ。いつまで出れんだこれ。過去を捨てた男だ。え、てかボーナスすげえな、いっぱいあるんだけど。勝利の栄光を皆に。お、まずこのビーム砲台を倒して、ジムだな。そうするとまずは遠距離、あれこれ行けねえし、どっから行けばいいんだ。じゃあちょっとここら辺から。うっ、強え。ビーム砲台半端ねえ、やっぱり。いやー、行け赤い。外れてもやばい、ジムがもうやられる。大佐頼みます。さて、出てきたからには手ぶらでは帰れんの。まずあのビーム砲台を破壊しないとかなりやばいぞ。よーし、オッケー、頑張れ。あまり手間取ってはいられないのでな。おー、ボーナスステージ大丈夫か。やられてる。ヘビーバルカンが強い。なるほど、壁があるとだいぶもたつくな。これ以上手間取ってはいられんのでな。あ、大部隊が到着したけど、もうジムがだいぶやられてる。てかなんであっち行くんだよあいつ。ヘビーバルカン狙えよ。やられるぞ。大佐がだいぶ食らってるな。あ、そうか、死ぬとこれダメなのか。多分大佐がやられる前に援護するんだ。よしよしよし。あとは中心のコアを攻めて。めっちゃ分厚いな壁が。でもコアのレベルそのものは低いからすぐ破壊できるな。よーし、コア破壊。うー、徐々にやられてる。ほらほら、この鉄器どれほどの性能を備えているというのだ。大丈夫シャンタイさん、まだ大丈夫か。あまり手間取ってはいられないのでな。よし、とりあえずこれで攻撃できるものは破壊したか。全部破壊できるかこれ。なんか微妙な感じだな。まあボーナスステージだからいっか。なんか1個だけ破壊できなそう。いけいけ、力の限り奪いつけ。あと30秒。どうだ、右上じゃなくて左上の後これだけだ。なんだなんだ、あ、時間がないってことか。とりあえず壁を破壊して、突っ込め突っ込め、いけるか、いけそうだ。やったー、補給基地制圧完了。あれ止まっちゃった。はい、さっきちょっとバグでタイムアウトしてしまいましたけれども、大丈夫か。とりあえずお金が1万6000に増えてるから大丈夫っぽいかな。ちょっと制圧戦見てみましょう。いやー、まだまだこれね、タイムアウトするとなかなか入れないんですよね。どうなってんだ、わからない。とりあえずあと1個か、北海道制圧しに行きましょう。こいつあと30分。あ、大佐が病院送りになってる。ダメだ。ちょっと戻ります。じゃあまあお金も貯まってきたし、少し鍛えて、次に備えますか。モビルスーツラボ、これフロントコアは4万円かかるからダメでしょ。お金の上限を上げないといけないんで、ゴールドプラント5000資源かかるのか。まあいいや、ちょっと上げよう、レベルアップ。あと1万6000円あるんで、なんかモビルスーツ開発したいっすね。誰がいける？お、これガンダムじゃね？あ、プロトガンダムか。フィルバーニアはな、めっちゃお金かかるしな。3万円。上限マックスいっても無理だし。やっぱりね、この量産機が欲しいんすよね、量産機が。ドム量産機だな。こいつを鍛えよう。鍛えようじゃなくて買おう。シャーズゴック。15分かかるんで、あとは
ゴールドプラントじゃなくて資源プラントってお金だっけ。あ、資源か。なんかお金なのか資源なのかちょっといまいちまだわからない。これはこれ500円で強化できる。強化しよう。レベルアップ。ヘビーバルカン、こっちも強化しよう。レベルアップ。あれ、ビルドセンターに空きがない。そうかそうか、2つしか同時にできないのか。しょうがないな。じゃあというところで、第3回目ですね、まあ、かなり制圧していってタイムアウトしてしまったっていうところがありましたけれども、なんかいい感じで進んでるので今回はこれで終了したいと思います。